こんにちは。今回はヒルトン名古屋をご紹介します。名古屋飯を楽しむ宿泊、ぜひ最後までご覧ください。皆さんこんにちは。コージアスタイルのムートンです。今は東京から車で名古屋に来ています。晴れた青空、気持ちいいですね。到着です。ヒルトン名古屋は1989年にオープン。今年2024年に35周年を迎えます。中はカフェやレストランがあるロビー。冬を感じられる展示もありますね。可愛らしいです。それではチェックインをしましょう。チェックインが完了しました。お部屋に向かいます。エレベーターではカードキーをかざして行き先のフロアのボタンを押します。宿泊する21階に到着。カードキーをかざしてオープン。中は和も感じられるモダンなお部屋。窓には障子があしらわれています。21階ということもあり、下にある名古屋市内のビルがよく見えますね。それではルームツアーをしましょう。キングサイズのベッドが一つ。ベッドサイドにはお部屋の電気のスイッチや読書灯があります。下にはティッシュとメモパッド、電話もありますね。ユニバーサルコンセントや USB タイプ A もあり、寝ながらスマホを充電できます。反対側にある引き出しの中は空っぽでした。ベッドの向かいにはテレビ。角度を変えられるので部屋のどこからでも見れますね。下には DVD プレイヤーもあります。ミニバーを見てみましょう。サービスのお水とネスプレッソ、アイスペール、ケトルがあります。棚の中には冷蔵庫。冷蔵庫の中は空っぽでした。引き出しの中にはティーバッグがあり、イングリッシュブレックファーストとレモンハーブティー、煎茶です。真ん中の引き出しにはブラストカップ。一番下にはペーパータオルが置かれていました。入り口近くのクローゼットを見てみましょう。中にはバスローブとハンガー。ハンガーがたくさんありますね。バスローブは少し固めのタオル生地です。セキュリティボックスとアイロンセットもあります。スリッパは薄くてシンプルなタイプです。横の棚には浴衣。夜、これを着て寝ましょう。もう一つの棚は空っぽでした。入り口のドアの横にはバスルーム。洗面台は一つで、ウォシュレット付きのお手洗いもあります。洗面台の上にはタオルとアメニティ、ティッシュ。アメニティは歯ブラシ、コーム、コットンセット、シェイバーがあります。ボディローションとハンドウォッシュはクラブトゥリー。ドライヤーはパナソニックです。洗面台の後ろにはバスタブ。バスタブ横の仕切りは角度を変えられます。シャワーはレインシャワーとハンドシャワーの2種類。バスタブにお湯をためるための蛇口もありますね。シャンプーやボディーソープもクラブトゥリーでした。リビングに戻ってきました。窓辺のデイベッドの横にはキャスター付きのワークチェア。机の奥の棚には電話とコンセント。ユニバーサルコンセントやランポートがあります。この机は作業机とダイニングテーブルを兼ねているみたいです。テーブルの上を見てみましょう。
スマホでこの QR を読み込むと、ルームサービスのメニューが見れます。Wi-Fi は 14Mbps で、やや心もとないです。ルームツアーはここまで。軽く運動をしに、ホテルのフィットネスへ行きましょう。到着です。受付で館内の利用方法を説明いただきました。いただいたマップを見たところ、とても広いみたいです。ロッカールームに来ました。空いているロッカーを利用できます。ちょっとした休憩スペースもありますね。着替えてフィットネスジムにやってきました。マシン豊富で広いジムです。ジムの中にはタオルがあります。冷水機もあり、喉が渇いた時にいただけるのが嬉しいですね。奥にもマシンがあります。グループクラスのスケジュールも書かれていて、こちらの鏡のあるスペースで開催されるみたいです。それでは運動しましょう。マシンについているタッチパネルで目標回数を設定します。運動に合わせて回数を教えてくれ、とても便利。夜になり、すっかり暗くなりました。せっかく名古屋に来て、お腹も空いてきたので、名古屋飯を食べに行きましょう。到着です。みその座タワー1階にあるうなぎ屋さん、岡藤です。店内は和風で、個室もあります。こちらの席にご案内いただきました。メニューを見てみましょう。うなぎ料理やお酒に合うお料理がたくさん。地酒を中心にお酒の種類も豊富です。お料理を待っている間にお通しのきゅうりをいただきましょう。ごま油の香りと塩味が美味しい。うなぎの肝焼きを注文。甘辛いかば焼きの味、柔らかい食感とコリコリした食感の両方あり、お酒に合いそうです。メインのひつまぶしを持ってきてくださいました。うなぎが美しく敷き詰められています。このひつまぶしの食べ方に沿っていただきましょう。しゃもじでお茶碗に継ぎます。まずはそのままいただきます。うなぎがふわふわで美味しい。2杯目はわさびとネギを入れて、この筒に入っている山椒をかけます。ピリッとしたわさびと山椒がうなぎの脂っぽさを和らげ、さらに食がそそられます。最後はだしをかけて、お茶漬けのようにいただきます。うなぎをお茶漬けのようにいただくことなんてなかなかないので、贅沢な気分。名古屋名物のひつまぶしを楽しめ、大満足。ごちそうさまでした。ホテルに戻ってきました。夜もまだ時間があるので、ホテルのロビーにあるバーへ行きます。ハイダーウェイです。この白い廊下の先にあります。テーブルとカウンターがあるモダンなバー。私たちはカウンターでいただきます。メニューを見てみましょう。カクテルやお酒の種類が豊富。軽食も美味しそうです。シグニチャーのラムカクテルを2種類注文。乾杯。これはテイク5。アールグレイの華やかな香りとラムの甘さが鼻を抜けます。バーは混雑していて少し賑やかでしたが、美味しいお酒をいただけました。それでは部屋に戻って寝る準備をしましょう。
シャワーの水圧はやや弱めです。浴衣は男女兼用のシンプルなデザイン。寝る前のベッドチェック。枕は固めと柔らかめの2種類。マットレスは普通です。それでは皆さん、おやすみなさい。おはようございます。晴れた青空が気持ちいい朝です。ビュッフェの朝食を食べに行きましょう。ロビーと同じフロアにあるオールデイダイニングインプレイスにやってきました。天井の高い開放感のあるレストランです。席数がとても多いです。こちらの席でいただきます。お料理を取りに行きましょう。冷たい飲み物はミルクやジュースから選べます。コーヒーマシンも2台、ロンネフェルトのティーバッグもたくさんあり、好きなお茶をいただけます。お料理はサラダやハム、チーズ、洋食にパン、和食、中華や卵料理など種類豊富。味噌カツやオグラーントーストなど名古屋名物もあり、ワクワクしますね。カラフルなアイスキャンディーもあり、可愛らしいです。お料理を取ってきました。作りたてのオムレツです。ふわふわで美味しい。和食には焼き魚と自家製豆腐、味噌カツをチョイス。味噌カツのお味噌は名古屋らしくて甘くて好きな味です。お肉は固めでかなり歯ごたえがあります。デザートを取ってきました。フルーツとオグラトースト、オグランワッフルです。オグラトーストは小さいですが、あんことバターの組み合わせが甘くて濃厚。コーヒーによく合います。名古屋料理も食べ大満足。ごちそうさまでした。お腹がいっぱいになったので、チェックアウトの前に軽く運動しましょう。昨日も来たフィットネスで泳ぎます。受付でタオルを借りました。テニスコートの横にあるスイミングエリアを利用します。2レーンあるコンパクトな空間。横のベンチでのんびりもできます。浮き輪やビート板もあり、子供と一緒に遊ぶこともできますね。プール横にタオルもあるので、びしょびしょになっても大丈夫。プールの頭はお風呂に入って温まりましょう。ドライサウナと水風呂もあるので整えます。すっきりしました。脱衣所には基礎化粧品やドライヤーがあります。冷水器もあるので、サウナで思いっきり汗をかいても大丈夫。いい運動になりました。美味しい名古屋飯と運動で満たされた宿泊でした。それでは、チェックアウトをしましょう。いかがでしたか？コージアスタイルでは、心地よいコージーな時間をお届けします。よろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いします。それでは皆さん、良い一日を。